はいどうも、ピーちゃんと申します。皆さんプラスペースやってますでしょうか？ということで、本日 TS 第3弾来ました。はい、ということで、早速選手見ていきましょう。はい、ということで、ヤクルトから見ようかな。池山さんやったね。池山さん、まあもうめっちゃ強いね。ミート B、パワー A、走力 B。で、ショート B の、オール B のアーチストっすね。パワーだけ A やんね。で、超アーチストさよ、超アーチストチャンスさよなら男。これさよなら男やったっけ、池山さんって。なんか変わった、変わったかな。まあ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 、いや、ブンブンバル欲しいな。 A ランクね、自分取ってたんですけど、まあ1枚もないんで。でもね、まあ自分中地いるんで、まあそこまで必須じゃないですけど、まあもうどっちを取るかっすよね。守備 C の広角持ちのショートのアーチスト中地を使うのか、ショート守備 B の、広角がないアーチスト池山さんを使うか、多分どっちかだと思います。まああとも坂本さんはもう、はい、もうみんな大好きなで、阪神エグサさんっすね。ツーシーム A なんや。ツーシーム A いいね。でフォーク、これこのフォークはさすがに大野さんみたいな感じじゃないよね。であとあれか、ストレートないんか。うわ、でも左のツーシームでストレートなかったら結局左対左の内角のツーシームって多分なんか見逃されそうな気するわ。あーでもタイピンチか。まあ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 、なんかおもろそうやな。で巨人国場さん、国場さん巨人やったね。誰や、ホークス国母セカンドで出るって。俺あのなんか生放送で国母さんホークスでセカンドで出ますよとか。セカンドの国母さんみんな記憶ないけんね。もう言うて俺27歳なんですけど、まあ俺より年上の人はあるかもしれんけどセカンド国母さん、まあ確かにセカンドしょったけど、もう覚えてないというか、やっぱサードのイメージが強いよ国母さんは。普通に強いってことはもう原さんないんかな。で、はい、広島るですね。はい、ここはもう継承っすね。自分はめちゃ強い、めちゃ強いわ。で中日ノリ、やっぱ中日ノリやったね。うん、まあ森野さんがセンターで出たっちゅうことはそういうことよね。うん、でも能力普通に強いと思うけどな。俺ゲットしたら普通に使いたいっすね。あーで特殊で B いけると。でファースト C、 これ意外とでかいな。で守備積極か。まあ中日純正嬉しかろうな、これはたまらんで多分。で、はい、内川さん、もう毎度の内川さん、はい、何もなしっすね。でオリックスちーちゃん、やっぱここはやっぱノリじゃなくてちーちゃんやったね。うん、普通に強い、使ってみたいな。リアル起動めっちゃ強そうやけどね。で大谷さん、うん、これツーシーム C やったっけ、 B やったっけ。あ、 B か表が通じめたね。はい、で楽天牧田さん、ここはもうね、楽天は、はい、でも能力強いな、オール B なんや。全道地いけんのかこれ、ちょっとリーグ勢じゃないけど分からんけど。でトシ君、ホークストシ君やったね。トシ君A ランク1枚もないんよな俺。で、高橋真嗣さん、あ、2チャームね。うん、で辻監督と、私守備補給 S なんや、えぐ。はい、ということで今回ね、欲しい選手が正直いないんすよね。だけん引くか引かんかすげえ迷ったんすけど、まあ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 、あの必ず欲しい選手はいないんすけど、まあ、ゲットしたら使いたい選手は池山さん、まあ、国防さん、ノリで、ウッチーもね、一応 A5 枚あるんで、であと金子さん、でトシ君。まあここら辺がゲットできたらちょっと使ってみたいんで、まあ30連だけ、うん、30連だけいっちゃおうかなと思います。ランキングは多分走んないですね。であと多分今日累計終わらす生配信からのリアタイでもちょっとやろうかなと、はい、思っております。多分ね、うーんとか言って話しながらしたらなんか演出来るかなと思ったら、うん、そこ演出、何もない、そこ底辺な演出全部G シロで、オーラ1段階で飛ばない。こんなので出るわけがない。あー、辻監督あれです。まあ、出るわけがない、何も喋ってなかったけど。さあ20連目、みんなは誰が欲しいんかな。また何もない、ちょっと待って。この前すげえ悪口、俺がこの前長志くんの悪口すげえ言った件やんこれ多分。
うん、ないか。みんな誰が欲しいんやろうな。やっぱ金子さんが一番人気かな。だーと思う。うん、金子さんかな一番人気は。あと池山さんか。まああとノリ持ってない人でね、俺がノリゲットできたらサード中日ノリ、ファースト中日落合組めるんですよ。あー、確かにありがとうございます。いいね。 いつかゲットした時に使おう。でちょっと最後変えます。打つかもしれないんで変えてきましたね。え、俺それ組めるんですよ。ファースト中日落合さんとサード中日ノリ、これ組めるんで。それ組める人ってなかなかおらんよね。落合さんなんかみんなロッテ使っとるやろうし、でノリなんかみんなオリックス使っとるやろうけん、それワンチャン組みたいな俺。その3、4組みたいんやけどな。出らんかな。うん、まあそんな甘くないのは分かっとるけど、まあ12分の1引けたらいいかな。うん、押すな。さあ30連目で今日累計終わらす生配信やろうかなと思うんで、ぜひね、一緒に累計やりましょう。ということでお疲れ様でした。乗り切ります。はい。